六代目、市川おめぞう、十月九日台は、歌舞伎役者、俳優、東京都生まれ、屋号は、滝野屋、縄文は、墨切り角に一応紅葉。四代目、市川佐団寺の長男で、歌舞伎名席、市川おめぞうの当代。主に立役、荒ごとやどっしりとした悪役から三枚目までこなす、演技派。新春浅草歌舞伎で、長らく中核を務めるなど、 歌舞伎界では若手の兄貴分的存在。近年では父、四代目、佐団子の役を継承する一方、新作歌舞伎でも存在感を見せている。伝統歌舞伎保存会会員。1967年10月9日、東京都生まれ。1973年1月歌舞伎座、酒屋の娘を通訳で、本名の荒川金次の投げ発をまみ。 同年3月国立劇場奨励賞受賞。1974年2月歌舞伎座、たぬきのせがれ梅吉役、東大期の少年時代の道まろ、役などで6代目、市川大虎を名乗る初舞台。1976年1月、国立劇場特別賞受賞。2001年1月若手の東流門、新春浅草歌舞伎に出演。 以降平成24年まで12年連続で出演。2003年5月歌舞伎座、しばらくの成田五郎役で6代目、市川おめぞを襲名。ありがとうございます。